こんにちは。今回は無職転生代2期第19話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。無職おもろいわ。2人とも強いから旅も順調すぎるな。デリナリーゼさんの底が気合入ってるな。森に入った時ちゃんと獣の声がしたのはよき。承認護衛はカットか。少しの出番なのにまたクリフ先輩株が上がったな。出発にはしんみりしたけど冒険感にワクワクしたわ。たった20分でロードムービーやるとは。案の定ボンクラの話はカットか。ベガリット大陸特有の文化がわかるから面白いエピソードだけど本筋関係ないからカットして問題ないもんな。ワープにハエを巻き込んで大惨事になったりしないの。夜移動して昼間は日陰で休んだ方がエッチじゃん。太ももエッド不倫はまずいでしょ。この世界のサキュバス残念だな。俺たちの好きなサキュバスじゃないな。スケベって口頭で言う人。スケベするなんて久しぶりに聞いたわ。こういうグリフォンとか飼い慣らして移動手段にできないんだろうか。多分飛んでる時の上下運動で死ぬ。エリナリーゼさん強いな。いいコンビじゃないか。エルフなのに盾役って珍しいな。ダンジョン飯にしないのか。エリナリーゼさんこんなに戦ってるシーンってあったかな。こんなに強いの知らなかった。割とバッサリついたな。巨神兵みたいなもんの骨。進撃の巨人かな。なんかあったら街が潰れるじゃねえか。アンキャラバンに同行するのカットしたのか。なるほど。同行させるとにはいるから尺を縮めたな。やっぱり男はさりしちゃうんだ。見ず知らずの男じゃなくルーデウスが指か口でしてやればいいのに。仲出ししないと意味なし。呪いだからやらないとあかんのでは。性欲処理だけでいいなら2位でええんやし。なんか自分がとっても恥ずかしくなりました。ルーデウスも大概クズだけどパウロはさらに上を行くからすごい血筋だよな。こんな割り切れる女の子とお相手したい。たまにはエリスのことも思い出してあげてください。こんな巨大な生物がいたのか。遭遇したらやばいじゃんよ。早えよ。1時間やれ。1話で目的地ついたか。もっとかかるかと思ってた。やっと冒険始まって見れるようになったな。やっぱり旅してる方が面白いな。ということは来週ロキシー来るな。七星さんの話とか切れなかったわけだわ。テンプレツンデレな反応にはちょっと笑ったが。ゼノブレイドとかあの辺のゲームをやりたくなってくるな。エリナリンゼさんとんでもなく巨大なフラグを掲げてくれたな。こっちの感覚だと死亡フラグだがあちらの世界ではフラグじゃないんだ。今期ルディも家買うときに同じことやってるけどザノバたちは無反応。対して子供の名前に関しちゃ今回の反応よ。学園生活が嘘のように戦闘に明け暮れていた。そして常に土ドリルでほふってた。土属性最強か。もうちょっとねっとりスケベしてほしかったがこんなもんかな。スケベしようや。このサキバスはフェロモンで釣るタイプだから見た目は適当で良さそうなのにちゃんと化けてるのな。今日ものルンが可愛かった。いや今週面白かったね。一気を思わせる冒険って感じだった。やっと冒険っぽくなってきた。冒険あり戦闘ありスケベあり。これが無職転生よ。リーゼが大活躍でいい回だった。戦闘シーンがかっけえ。でもこの世界のサキバスコはルーデウスとして異世界で結構な時を過ごしててもなあ、スケベしようやみたいなネットネタ的なのは脳にこびりついてるんやな。旅立ちはワクワク感ありますよね。エリナリーゼとルーデウスどちらが欠けても達成できない旅って感じな。ギリギリなところも良き。戦闘シーンもなかなか良き。あと涙しているシルフィが切なかったな。うん、久々の戦闘描写めっちゃいいよ。アクアハッキーを持ってるルディがやっぱ好きな。これこれこれって感じ。そしてそのアクアハッキーやルディの次の持ち主の物語待ってる。シルフィの涙つらい。出産を控えて不安で不安で仕方ないはずなのに
本当は行かないでってルディに伝えたいのに必死にこらえて、やっぱりシルフィすごいよ。転移にトラウマ持つシルフィが転移を伴うルディの旅路に不安を隠さずにいられなく送り出す姿、その思いを受け取ったか、転移の継承の際エリナリーゼに従い一歩引くルディが弱々しく映るけれど、夫としての苦渋の決断が垣間見えてよきです。七星から託された転移魔法、シルフィがそれを心配懸念してたのは最初の七星の転移事件があったからだろう。実際にフィットアリオが消えてるのを経験してるし、みんなと離れ離れになったことから、これでルディと会えない可能性もあっただろうに。妊娠中の嫁の度量じゃねえぞ。ここで終わりか。今期は冒険より人とのつながりが多く描かれてたからか、この不安な旅の雰囲気がすごく懐かしい。でもこの感じがたまらないんだよね。ものすごく来週が気になる。まあ見るの怖いといえば怖いけど、次回タイトルが迷宮入りってなんか意味深だな。迷宮に入るんだけど物事がうまく進まないことを暗示してるように思える。もしかしてロキシーやパウロにうまく合流できない。ルディが転移魔法陣で服を見つけて渋い顔をしてたのはオルステッドの服なのね。思わずくくってしまったよ。エリナリーゼ、クリスとの出会いのエピソードはギャグシナリオだと思っていたけど、二人の関係は呪いを絡んだ複雑で良いエピソードになっているね。旅立ちは悲しいけれど、転移陣やサキュバスやサソリっぽい魔物などアニメで見たかったところなので満足満足。砂漠旅シーンはあっという間だったな。二人とも強いしかっこいい。次はパーラと再会か。やっと冒険物が始まって面白くなってきそう。そういえばルーデウスの目はそんな秘密があったな、なんて思い出しましたね。片道1年とかどうなるのかと思っていましたが、転移のおかげでサクッと目的地へ。残り5、6話でいいところまで行くのかな。盛り返し期待してしまいます。ゼニス救援に行くことを学友に伝えるルディ、七星の情報のおかげで大幅な時間短縮ができ、共に恵まれているなと温かい気持ちになった。シルフィの出産に立ち会えるよう早く済ませないとね。リーゼと互いに助け合い冒険を進めるが、この旅の感じ久々で嬉しい。そして父との再会も楽しみ。ルディ不在の家とシルフィを任されたアイシャとノルン、よかったな。ノルン会を丁寧にやってくれたからのノルンの信頼も響くってもんよ。エリナリーゼさんとパイセンも七星も心強く頼もしい会やった。友人の着替え着はちょっと笑った。エリナリーゼが男あさりに行くとルーデウスに告げる場面で彼女の表情を見せない。クリフに対する罪悪感を抱えているであろうことを示唆しながら、それに一切言及しないし表情としても描かない粋な演出でした。転移魔法は渡りに船でしたが、シルフィーの反応やエリナリーゼさんのタイムラグなどちょっと気になりますね。嫌な予兆でなければ良いのですが、エリナリーゼさんとのコンビもなんだか心強く奇妙な縁を感じて面白いですね。まずは無事の合流を。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。